特攻隊員の人たちが最後の1週間から10日ぐらいを過ごしたところです。中日ドラゴンズの石村慎一投手が出撃する前に10球ほどキャッチボールをされたところです。その10球は全部ストライクだったそうです。そして投げ終わるとこれでよしと言って出て行かれたんだそうです。人間爆弾と呼ばれた桜花ですが、爆弾をここに積んで、そして一人の人がここに乗ります。この土地で別れの杯をして、そして出撃していったところです。当時行動範囲としていらっしゃいました山岡宗八さんが書かれているのです。特攻隊員の人たちは夢を捨てて、死へ向かっていかなければならなかった、そういう時代があったんだということを知ってほしいなという思いが強いです。